ウエスト周りが気になる方は、今回のサイドプランク応用編がおすすめです。たったの30秒です。今回の動画を最後まで見ることで、いろんな方法でウエストを作りたいと思って頑張っていたけど、なかなか変わらない、そういった方におすすめなやり方が分かっていきます。最後までご視聴ください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ウエスト周り気になる方におすすめなサイドプランクの応用編を紹介していきます。通常のサイドプランクの嫌なところが、肩が疲れてしまう。肩が疲れてしまうと、外腹斜筋や脊柱起立筋が疲れる前にですね、肩が先にね、疲れてしまいます。そうなると、サイドプランク頑張ってる意味がありませんので、今回はそこを改善した応用編のやり方になります。たったの30秒です。今回追い込みやすくするために、右向き、正面、左向きっていう風に、10秒ずつ体を動かしていきます。後ほどやり方を紹介します。ウエストを細くしたいポイントとしては、呼吸をしっかり使わなければいけません。なので、30秒行うんですけども、できるだけ長く呼吸を吐いてください。目安としては、10秒息を吐き続けて、一瞬で吸って、また10秒吐き続けてっていうことを繰り返しながら真似して行ってください。3セットやってしまうと、ちょっと体がね、翌日辛いかもしれません。なので今回2セットだけ一緒に頑張れる方はやってください。合計しても1分です。きっとできるはずです。ウエスト周り気になるよ。お腹出やすいよって方は一緒に頑張ってみましょう。それでは紹介します。通常サイドプランクは、肩の下に肘をついて、下の足の側面だけつけて、その足に上を乗せて、こういう感じでね、しっかり胸を張って、キープをするんですけども、これ実は、外腹斜筋よりも、肩に疲れがね、きます。ここ疲れる前に、ここに疲れが来るので、あんまりね、これやる方は少ないと思います。肩が強い方もね、いいと思うんですが、肩だるくなってしまうと、なかなかやらない種目になってしまうので、これ今回実は、このままで、少し膝をキュッと曲げます。キュッと曲げると、重心が肩よりも足にかかってくれます。そうすると肩がだるくなりにくいです。ですが、少し膝曲げることによって、体がまっすぐじゃなくなるので、少し膝を曲げると、お腹をしっかり前に出す感じで、膝を少し曲げて、お腹を前に出す感じで、キープです。そうするとここにね、すごく効きます。で、足は上に乗せてしまうと、ちょっと下の足辛いので、今回は上の足を、前につきましょう。前についてちょっと膝を曲げて、お腹を前に出して、お尻を締めてキープ。これ10秒したら、このまま手を入れ替えて、下向きます。両肘で。これ10秒キープしたら、今度は反対向きで、少し膝を曲げて、キープします。この3方向で1セットです。30秒です。これを2回ほどやってみましょう。息は長く吐く。これがね、少し膝曲げることによって、すごく外腹斜筋に効きやすくなります。で、呼吸長く吐く方で腹横筋が効きます。頑張ってみましょう。それでは、スマホを顔の前に置いてもらって、行きましょう。ちょっと膝を曲げて、上の足を前に置いて、しっかりお腹を前に出して、息長く吐きます。行きます。スタート。こういう感じで、ふーっと長く吐いて。頑張って。ちょっと膝曲げて。はい、正面。お尻しっかり締めて、少し膝曲げて、頑張って。はい、次反対キープ。ちょっと膝曲げて、お尻前出して、オッケー。1セットだったらあんまり効かないので、もう1回ね、いきましょう。フォームが一緒です。少し膝曲げるのがポイントです。足前出して、いきます。スタート。しっかりお腹前出して、息をふーんって吐く感じです。はい、正面です。お尻締めて、息は吐けば吐くほど辛くなります。はい、反対向きです。いやー、お疲れ様でした。今のね、サイドプランク応用編、息を止めてるとあまり効かないです。できるだけふーっ
ていう感じで、長く息を吐きながらお腹をどんどんへこましていく。そうするとすごくねウエストがねくびれてきます。これ実は1回やっただけでも結構ねウエスト 1,2 センチキュッとね絞れるはずなんです。それぐらい腹筋メニューを行いながら息を長く吐くっていうのはすごくねポイントです。別に腹直筋鍛えてるわけじゃないよ、ウエスト周りが気になるだけだよって方はね、もうこういうメニューがおすすめなんです。もちろんいろんなメニューがありますが、自分のレベルに合うものをやってみてください。今回はサイドプランク応用編のツイストでした。次回はこのクランチバージョンを紹介していきます。お楽しみください。ご視聴ありがとうございました。